はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。夏芝です。さて、今回もデトロイトパート4やっていきたいと思います。今回はこのイニエスタに似たアンドロイド、マーカスというアンドロイドを操作していくパターンというか感じですね。おお、このところどころに鏡が出てくるのは何なんだろう。もしかしたら一番最初のあったのかもしれないですね。見落としてたかもしれない。お、インコー、そんながっつり掴む。あ、本物じゃないんだ。すごい、こんなことまで。いやー、これはどうなんだろうね。危害とかは及ばさないだろうけど、どうなんですかね。絵画が結構大きなお屋敷ですよね、これ。素敵なお家ですね、アートティック。へえ、画家かな、このアンドロイドの持ち主は。うわ、広いですね、結構。すごいですね、本当にアートティックな。アートティックアーティスティック。おお、あ、おじいちゃんがいる。これ大丈夫かな、なんか人がいるから、もうちょっと探索した方がいい気がする。あれ、出れない出れない。入ったが終わりってこと。オッケー、了解です。ああ、おお、おはよう、カール。おはよう。もう10時ですよ。天気は一部曇り、気温は12度、湿度 80% で午後には小雨が降るかもしれないそうです。ベッドで過ごすのにもってこいの日だな。注文した絵の具を受け取ってきました。そうだ、忘れてたよ。薬。そこがお前と私の違いだな、マーカス。病気なのかな。お前は物忘れをしない。いい関係を築けてそうですね、このお家は。いや、カール。どうも。起きて早々歯を食いしばれというのか。痛そう。人間は脆い機械だ。いとも簡単に壊れる。ここまでしないと生きられない。延命処置ね。はい。その服はどうした。ああ、これは街角でデモに出くわしてしまって。愚かな奴らめ。アンドロイドを一体壊したところで何か変わるというわけでもあるまい。怪我をしていないといいが。ああ、いえ、押し倒されただけですよ。平気です、これでよし。すごいですね、喋り方も本当に人間みたい。これどんどん話を進めてよかったのかな。探索するべきだった感じですよね、多分なんか難しい操作が一気に。芸術家の方なのかな、このカールというおじいちゃんは。カールの世話をする食卓に連れて行く。今日は何か予定があったかな。ねえ、今日はモマの回顧展の公開初日ですよ。うん。責任者の方が参加確認のメッセージを何度か残されていました。
左に行きたいんだけどな。まだ決めていなかったな。ああごめんなさい。めっちゃガンガンぶつけちゃってる。ファンからのメールです。食卓はどこだろう。いやここは階段ですね。レオから連絡は。いいえ、カール。難しい。いや。その必要はない。車椅子があるだけで一気に難しくなっちゃう。これお家一周しちゃうのでは。食卓どこだろう。あ、下かな。どうやって下行くんだろう。昼になる前に朝食を食べたいんだがね、よろしくな。どうしたらいいんだろう。一周したけど、どうやって降りるんだ。ああなるほどね。わあ素晴らしい。一緒に降りよう。うわ思ったより早いですね。一緒に降りようとしたら早かった。さて、一人で暮らしてるんですかね、このお家に。腹が減った。ベーコンと卵をお好みのスタイルで用意してありますよ。ああ、ありがとう。いえ。よし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 、朝食を用意する。おー、キッチン。わー、広いですね。本当に素敵なお家。おしゃれだなー。どうぞ。ああ、ありがとう。テレビオン。朝食を食べている間は自由にしていなさい。了解です。朝食を出した後、OK。 何かやることを見つける。おー、本を読む。なるほど。どうしよう。シェイクスピア。何を読んでる。マクベスです。マクベスか。進めていらっしゃったので。それで感想は。人間の感情はとても、興味深い。でもちゃんと僕が理解しているとは思いません。人間だって理解していないさ。人は感情に支配され、感情次第で乞食にも王様にもなれるんだ。感情なくして生きる意味はない。私がいなくなったらお前も自分で身を守り道を選ぶことになる。自分は誰なのか、どうなりたいのか。人間は皆同じであることを求めるものだ。だがその言葉に惑わされてはならんぞ。息子みたいな感じですよね、多分。何かやること他にないのかな。一つしか選べない感じか、これは。おお、そうかそうか。スタジオはここかな。わあ素敵。
うわーすごい。よし、前回の続きだ。シートを剥がしてくれ。シートを剥がす。ですね。スタジオを掃除する。他にできることは、ないかな。お、さっきのキャンパスじゃない、絵の具ですね。さっき買ってきたやつ。ふんふんふん。ちょっと掃除終わったのかな、私。もう一箇所ぐらいありそうだけど。あー、何を書いてるんですかね、これは。さあ、意見を聞かせてくれ。綺麗だから私は好き。この家には何かが秘められている。うん、何かは分かりません。でも僕は好きです。正直言ってもう何も言うことはない。こうして日々が過ぎ去るごとに死が近づいてくる。私はブラシにすがりつくただの老いぼれだ、カール。そんな、私の話は置いといて、お前の才能を見せてもらおう。筆を取って書いてみなさい。書くって言っても何を書けば。何でもいいから書いてみなさい。すごいですね、このカールのおじいちゃんは。アンドロイドの可能性を広げようとしている感じがしますね。何を書くのかな、マーカスは。書く題材どうしようかな。机を描く。カールのおじいちゃん描けないのかな。どうしようかな。銅像、机。カールの絵描いてみようかな。怒られちゃうかな。これは現実の完璧な複製だ。だが絵画では模写するだけではなく、自分が感じたことを解釈し表現することが大事なんだよ。なるほどね。無理ですよ、そういうふうにはプログラムされていません。さあ、ほら筆とそのキャンバスを使って。そういうことじゃないんだよね、プログラムとか。マーカス、目を閉じてみなさい。いいから。大丈夫だ。感性を培おうとしてくれているのかな？カール。存在しない何かを思い浮かべろ。見たことのない何かだ。そして自分の感情に意識を集中させて、気の向くままに筆を動かすんだ。
これはすごい瞬間なんじゃないの？どうしよう。人間性、アイデンティティ、アイデンティティかな。欲望、疑念、囚人。なんでそんなマイナスの言葉ばっかり。あ、欲望じゃない、絶望か。アンドロイドにしちゃった、結局。マイナスすぎて。素敵ですね。あれ、反応しない。マーカスに感情が芽生えそう。素晴らしい。うわー、喉鳴っちゃった。すいません。ネオ、親父。ネオ。気づかなかったよ。ああ、近くに来たから寄ってみたんだ。うわぁ、しばらくぶりだしな。悪人臭がプンプンしますね。どうした？具合が悪そうだぞ。ああ、平気だよ。絶対ドラッグしてるじゃん。ねえ、金が必要なんだよ。ドラッグしすぎだよ、みんな。トットにしてもレオにしても。この前渡したばかりだろう。ああ、ほら、すぐなくなっちまうんだ。また薬をやってるのか。違う、全然そんなんじゃないって。レオ、私に嘘をつくな。ないから金くれって言ってんだろ。頼むよ。悪いな、お前に金はやれない。あ、なんで。分かっているだろう。あ、そういうことかよ。どうせ自分の息子よりそのおもちゃの方が大事なんだろう。あ、こいつのどこがそんなにいいんだ。賢いから、従順だからか、俺とは違って。だけどな、こいつはあんたの息子じゃねえ。こいつはただの機械だよ。ねえよ、いい加減にしないか。やめなさい。あんたが愛しているのは自分と自分の絵だけさ。人を愛したことなんて一度もないんだろ。俺のことだって。ああ。愛されてないと思ってるんだ。うわー、結構、うわー、間違えたっていうか多いですね、キーが。見落としたところが多々ありますね。いやー、どうなんだろう、どこで見落としたんだろう私は。あー、やっぱり探したりするところ。あ、本を読むは絶対本を読むしか無理だったんだね。わ、いっぱいあるんですね、分岐点が。ふん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 、本当にバタフライエフェクトだ。では次行ってみます。次は誰になるんだろう。コナーかな。お、この手つきはコナーではないですか。最初コインをコイン遊びしてたから。ノーアンドロイズアロード。アンドロイドは入らないでください。あれ、本当に可愛い顔してますよね、コナー。
はい、それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。イニエスタ編、ちょっと息子の影がちらっと出てきましたが、どうなるんでしょうか。ハッピーエンドにしたいと思います。頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。夏芝でした。よければ高評価ボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。それではまたね。